羽生結弦選手が NHK 杯で世界最高の記録を出し、その感動の余韻がネット上では話題です。羽生結弦の NHK 杯は彼の選手生活でも記憶に残る最高の瞬間を体感したようであった。興奮し眠れず、翌日のエキシビションでも世界歴代最高記録を更新の雄姿を披露した。史上初の3連覇を目指すグランプリファイナルでもより進化した羽生結弦選手が見られるのでは。この羽生選手の活躍に海外の反応を YouTube 動画から読み取ってみた。称賛の声が続き、羽生結弦2015NHK 杯陰陽師の結果は世界中のフィギュアスケート界の新たな夜明けを予感させます。この試合を終えての羽生結弦選手のコメントが、得点だけではなく演技の内容も超えられるようにしたいと、よりハイレベルな世界への挑戦を彼自身が示唆している。羽生選手の真摯にスケートと取り組む姿に、これからも温かいエールを送りたいものですね。